はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人パーティーゲームです。はい、対談ラジオの方、本日のゲストでございます、非生活必需品の管理人マネさんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、まあ今年2014年もあとわずかと、いうことでですね、マネさんも、ね、はい、年末挑戦ということで、はい、あれやらこれやらゲームを買っては、まあそうですね、買っては遊び、たまに積みゲーみたいな感じになるかもしれませんけど、ね、新しいの買って前のやつを忘れていくみたいな感じですね。寝ましょうせん、まあ何買うか迷われてるかもしれませんけど、はい、まあまあ今日は一旦忘れて、ね、ちょっとラジオのまたお話ししていきましょう。はい、はい、本日のテーマは、動物の森シリーズについてちょっとお話をしようということでですね。まあ、あんまりマネさんとね、なんかこう、はい、ゲームに関して、ゲームに関してって言い方悪いな。ゲームソフトに関してなんか、こう、話をしたことがあったような、なかったようなっていうのをね、ちょっとありましたので、はい、なんかお互いのこう、共通で遊んできたもんなんかないかな。はい、で、まあ、動物の森シリーズは、これまでのラジオでピックアップはしたことありませんでしたので、うん、まあね、今回をきっかけにちょっといろいろ話をしてみたらいいかなということで、はい、知ってること知らないこといろいろ出てくるかもしれませんけど、まあ、知ってる範囲でね、はい、いろいろ話していきましょう。はい、そうですね、はい。さあ、動物の森、まあ動物の森ですね。まあ動物の森、まあ動物たちが住む村でまあ暮らす、まあ本当にスローライフという言葉の、まあ、ある種の、こう、元祖と言ったらちょっと言い過ぎかな元祖というほどではないかもしれませんけど。はい、まあ、でもなかなかもう本当に、ああいう、こう、明確な終わりがとか目標とかがあるんではなくて、うん、自由気ままになんとなくこう、遊べる、まあ自分の好きなように遊べるソフトっていうのはもう本当に、まあ、走りっていうか、まあ代表格的なソフトであるのは、間違いないのかなとは思いますね。まあ、そのね、エンディングを目指すみたいなのが当たり前のゲームの世界において、はい、なんかまあ、ほとんどそういう、こう、強制的な目標なんてのがなくて、そうですね。どうぞご自由にと。ね、もう一つの世界でもどうぞご自由にっていうのがね、まあ、この動物の森として発売されたと。はい。初めて発売されたのが、まあ、Nintendo 64で2001年に、まあ、初代が発売されました。うん、2001年つったらもう64的にはマッキーです、ね、そこそこ、はい、ああ。ゲームキューブが、はい、同じ年の9月に発売なので。ああ、なるほど。はい。そうそう。まあね、現にその、まあ、ゲームキューブその9月に発売されて、で、もうその、あれでしょ ?3 ヶ月後にはもう、ゲームキューブ版が出ちゃったというね。そうですね。動物の森プラスというのがですね。はい。なんかまあなんか昨今のなんかね PS4 リマスターみたいなにちょっと通ずる感じもしますけど、まあまあ概ね間違ってないですよね、はい、まあでもね動物の森、初代の方がまあ大体売上げがまあ30万ちょい、うん、まあそれなりみたいな感じだったのに対して、うん、動物の森プラスが結局これミリオンいってるみたいなんですよね。あ、そうなんですね。だから結構、ね、この時点で結構、なんだろう、うん、可能性は評価されてたのかななんて、いうのはちょっとありますね。うん、まあ、動物の森プラス。動物の森プラスがですね、まあ、ゲームボーイアドバンスのケーブル、つなげるケーブルですね、あれをつなげて、専用のカード E リーダーと呼ばれる、まあ、なんかこうね、カードを通す、周辺機器を使ってですね、動物の森専用カードなんかを読み込ませて、まあ、住人が遊びに来たりとか、まあ、本当に、新しい要素を取り入れてきたこと、プラス、まあ、皆さんがね、動物の森で印象深いであろう、そのファミコンのゲームがいくつか遊べるみたいなのがあって。うん。まあ、おそらくね、まあ、この動物の森をきっかけに、ファミコンの作品知ったっていう人も、まあ、いるんじゃないのかなと思います。まあ、そうですね。僕も、まさにそうです。まさに。マネさんは、これ、プラスから遊ばれたと。はい、そうですね。はい。やっぱり、あれですかね。ファミコンばっかやってた感じですかね。ファミコンは、まあ、当然普通にこう動物の森としてこう楽しむってこともありましたけど、はい、まあ、ファミコン非常に楽しいなと思いながら、ファミコンを集めてファミコンの部屋みたいなの作ってこう遊んだりとか、
よく知ってましたね。なるほど。そうね。だから、まあ、当然この頃ってバーチャルコンソールなんていうものは当然なかったと。そうですね。うん。だから、こう、なんかこういう形でファミコンのゲームが遊べる空間を提供してくれるっていう、まあすごく貴重だったと思うんですね。そうですね。まさか、まあこの一本のソフトを買うと、結局何タイトルあったのかな？ E プラスの時とかもすごい多かったと思うんですけど、うん、かなりの種類のゲームが遊べるようになっていたとは思うので。はい。どれくらい遊べたんだろう？E プラスでなんかまあ、D プラスじゃない、A プラスでまあ4タイトルほど追加されて、はい、で、まあ先ほどね、お話ししましたけど、動物の森 E プラス。はい、まあ、まあ、さらなるパワーアップ版と言ってもいいのかもしれませんけど。あ、そうですね。まあ、これは、カード E リーダー対応とかつけましたから。ね、これはまあ、動物の森 E プラスっていうのが、なんか海外で展開するために、まあ、さらにこう追加要素をまあ加えたというのが、まあ、うん、当初の目的だということだそうで。うん、まあもちろんその E プラスと言ってるぐらいですからカード E リーダーを使った要素がまあさらに充実したと。あ、そうですね。確かにそのプラスの時はすごいこう日本的な暦の上でこう村の世界が成り立ってたんですけど、うん、E プラスはそのアメリカ向けにローカライズしたものをベースに作ってるんで、はい、その日本的な暦の流れとはまたちょっと違った感じになっていたんですよね。ああ、そうでしたっけ。今は多分こう全部のシリーズが世界に向けて発信することになっているので、こうふわっとした感じの暦になってるとは思うんですけど、はい、本当プラスの時はすごいこう日本的なこのその1年の流れっていうのをすごいこう感じやすいソフトだったものではありますね。イベントとかですかね、はい、そうです。はい、イベントとか。本当すごい日本的なものが多く。ああ、そっか。ああ、だから、そうだね。まあ、今のね、動物の森シリーズって言ったら、まあ、もちろんイベントありますけど、はい、まあ、クリスマスがあったり、ハロウィンがあったりとかってね。まあ、基本的には、まあ、世界共通の、なんか、こう、はい、イベントというかね、そこを重視してるというか、うん、確かにそういうのは感じるようになりましたね。そうですね。そうね、言われてみないと思い出せないっていうね。私、うん、そう、私自身は、ね、動物の森 E プラスからね、初めて遊んだんですよ。あ、まあ、ちょうど当時カード E リーダーよりも前に、さらにあれか、ゲームボーイアドバンスのケーブルですね。あれをつなげて、うん、まあ、ゲームボーイアドバンスをゲームキューブ連動させるということに興味を持ってて、で、実際に自分でアドバンスケーブル買って、いろいろ試してた中で、まあ、このタイトルもちょっとまあ、初めて触ってみたと。うん。いうのが、まあ、きっかけでしたね、私の。うん。うん、だから、まあ、まあ、ぶっちゃけて言うと、この頃の私は、そのカードイーギーダの要素を、ある程度楽しんだら、お腹いっぱいになっちゃいました。あ、動物のそのものよりも、そういう、なんか、連動の方に興味があったっていう感じ。そうですね。まあ、動物の上でこのほんわかした空気ももちろん、こう、楽しんだと思うんですけど、はい、なかなか当時、そういうタイトルが、まあ、私、個人の印象の中では、結構異質な印象だったというか。まあ、そう、本当質ですよね、うん、なかなかこう、まあ、当時まだそんなにね、大した考えを持たず遊んでるような人間なので、なかなかこう、目標なくゲームを進めるっていうのが苦手というか、うん、動物の森の、まあ先ほどもお話ししましたけど、エンディングがなくてね、自分で好きなようにやりなさいって言われても、何から手をつけてやるっていうのは、一回迷い始めるとね、こう、進まなくなるみたいなタイプだったんですね。うん、だから、なかなかね、こう、いい大人になるまではね、逆にこう、ちょっと、なかなか、どう暮らしていくか難しいなって感じるところが、ちょっと強かったかもしれません。私個人はですけどね。うん、だから、カードリーダーでピッピッピッって遊んでは、ここアドバンスの画面の方でなんかできたりするような、はい、なんかミニゲームかなんかあったと思うんですけど、あっちの方を楽しんでたみたいな感じでしたね。全然違う楽しみ方をしてたのかな、今となっては。今思い返していますと。むしろ虫とか捕まえてたりはしたと思うんですけどね。うん、はい。まあまあ、ね、まあそういうふうにね、強気型ゲーム機でじっくりと展開してきて。で、まあ先ほどもちらっと言ってましたけどね、2005年か、2005年にですね、うん、まあ初めて携帯、型ゲーム機向け DS でですね、おいでよ動物の森が発売されて、そうですね、本当すごいことになりました、まあ、そうですね、まあシリーズのターニングポイントと、まあ、言うにふさわしい
まあこれ500万本以上、まあ売れるというね。まあ。ポケモンみたいですよね。ポケモン、まあポケモンレベルですね、本当に。はい、本当に当時はすごいなと思って。まあちょうどね、DS、この動物の森が発売されたと同時に、はい、Nintendo Wi-Fi コネクションのサービスが始まって。あ、そうですね。で、まあそれこそね、動物の森も、もう、インターネットつなげて、他の村に遊びに行くっていう要素を、まあ、加えたことでですね。まあ、この、やっぱ遊びの幅が大きく広がったと。そうですね。うん、やっぱり今まで、その、据え置きの頃は、一緒に遊んだりするっていうことができなかったんで、誰かと一緒に村の中を回ったりとか、できるっていうのは新鮮な感じでした、ね、そうですね。本当にね。ボイスチャット、ボイスチャットはなかったか。ボイスチャットはなかったかもしれないですけど、ね、チャットはね、できましたからね、はい、そうですね。はい、それでね、最大4人だったかな。4人が遊びに来て、もう、ね、勝手に走り回ったり、釣りしてならないってできるわけですよ。そうですね。うん、で、まあ、ほぼ私は、インターネット通信を使ったゲームっていうのが、もう、多分この動物の森がほぼ初めてぐらいだったので、あ、はい、まあ、そりゃね、なんかこう、もう、ドキマキしましたよ。なんというか、もう本当にね、あ、動いてる動いてるっていう、もうまさにこう、月並みな反応ですね。本当にね、もう、進化の過程を感じたというかね。まあ私の場合は、まあ無線通信の環境はなかったので、Wi-Fi コネクター、今はもう売ってませんけど、ね、Wi-Fi コネクターをパソコンにつなげて、無理やり無線環境を作ってね、遊んだりはしてましたけど。やっぱり、このまあ、携帯ゲーム機に進出して、まあ、大爆発したと、いうのがね、なんかこう、まあ、携帯機との相性の良かったっていうのも、まあ、あったのかもしれませんね、やっぱり。そうですね。まあ、インターネット通信もそうですけど、やっぱりローカルで、こう、みんなで集まった時にも、通信ができるようになっていたので、うん、やっぱり、その、まあ、本当に、互いのこう、村のを行き来して、まあ、その自分の家を見てもらったりとか、一緒に遊んだりっていう敷居がすごい下がったことによって、やっぱりそのコミュニケーションツールとして、非常にこう楽しめるものになっていたかなとは思いますね。なんかあれですね、ちょっとモンスターハンターに通ずるものがありますね。あ、そうですね。やっぱりモンスターハンターも何ていうのかな、まあ、ね、推理型ゲーム機の時にもちろん楽しんでた人いっぱいいますけど、うん、やっぱりモンスターハンター 4W シリーズで、まあ、大きく開花したシリーズで、あれもやっぱりそのね、持ち寄って、目の前でね、みんなと一緒に楽しむっていう、その魅力っていうのがね、まあ、非常に大きな魅力につながったんじゃないかなと、うん、大きな成果につながったということなんだろうな、というふうに思うので、そうですね。やっぱり誰かと一緒にやってると楽しい。その、先ほどこう、パーティーゲームさんがちょっとおっしゃられてましたけど、やっぱり、こう、明確な目標っていうのがないゲームなんで、一人でやってるとどうしてもこう、だれてしまったりすることっていうのがあるんですけど、やっぱり、まあ、モンハンも比較的そういうところあると思うんですけど、誰か一緒にやってる人がいると、やっぱり次はもっと自分はこうしたいなとか。うん、ああいうの良かったから僕は次はこうしようとか、また今度遊ぶから、ね、じゃあちょっとうちの部屋も良くしとこうかなとか、そういったこう、誰かとの関係によってもっとゲームを遊びたいなって思う動機づけになってくるようなところはあるかなと思うので。はい。そうですね。だから、だから、結構その、なんていうのかな、その DSS につながる要素が生まれてね、例えば、なんていうんだろう。まあ、その、目標がなくったって、例えば、うん、ね、毎週金曜日繋げようぜとか、ね、で、何をやるかはもうその時決めればいいみたいな。もうそれぐらい緩い気分でも楽しめるわけじゃないですか。まあそうですね。意外とモンハンもまあそれ似たようなもんで、うん、別に何をやるかはその場で決めればいいみたいな。まあそうだね。集まってモンハンやろうっていう感じでいいんですもんね。だから、なんか本当にコミュニケーションツールというレベルにまで、達してるというか、この作品も本当にそういう存在に、まあ、なった瞬間だったのかななんていうのは、改めて思いますけどね。そうですね。はい。さあ、そしてね、そのまあ動物、オーディオ動物の森が発売されて、はい、携帯機でね、爆発的に花開いた後に、もう一回また据え置き機に戻ってですね、Wii で街へ行こうよ動物の森というのが2008年発売されました。はい。
まあね、もう読んで字の孤独ではありますけど、はい。はい、巻きで行きますと。そうですね。はい、まあ今までね、動物の森という、はい、まあ村の中だったのがですね、まあここから巻きという場所に出て、まあいろんな施設を利用するというですね、新しい遊びを、こう、取り入れたと。で、まあそれこそね、Wii ですから Wii コネクト24で繋がってて、はい、なんかこう巻きにフレンドが遊びに来てたりとか。そうですね。そういうそこはかとないつながりもね、まあ、高まる。まあ、要するにインターネットサービスをね、さらに、まあ、より強く、取り入れていった、作品だったのかなというふうに思います。うん、覚えてらっしゃるかどうかわかんないですけど、We Speak もね、ありましたからね。ああ、ありましたね。はい。本当に、使ったことあったかな、みたいな感じですかね。うん、そう、使ったことあったかなっていう周辺機器のこう代表格みたいな。代表格みたいな。私もね、2回ぐらいなんですよね、使ったの。でもね、性能は確かにすごかったんですよ。あうん。実際に。でも、マッチさんともなんか一回やったような記憶があるんですけどね。そうですね。僕も多分その時に使ったぐらいしかないだけ、うん。本当にね、クリーンに声が聞こえてね、全然雑音なくて。でしかもあれが、まあ、あの時はまあ、一人二人ぐらいでしたけど、うん、あれがだって複数人でできるわけですから。まあ、そうですね。なんかこう一人に向けるマイクじゃなくてなんかテレビのところに置いてみんなの声を拾ってくれたりするわけですから。そうですね、ちょっとそういう環境がなかったのが残念なんですけど、こうすごいこう人数同士で話し合ったりすることもできるってことですもんね。うん、だから本当にね、まあ分かち合える人たちと4人で集まってボイスチャットってやったら、本当になおのことね、こう一緒に村で遊んでる感じっていうのが出せるんだよね。もう強く出せたと思うんです、絶対。うん、ただ、まあ、そのね、スピークという部分がね、どうしても日本向けじゃないというのがどうしてもあって。うん、まあ、日本、まあ、未だにそうですけど、日本人ってやっぱりボイスチャットいきなりやれ言われてて抵抗あるもんですからね。はい、私だってラジオやるのに抵抗があったように、ね、最初は。まあ、そうですよね。でも、まあ、やってみると結構楽しいですけどね、ボイスチャット。そう。うん。やってみると楽しい。やってみると楽しいんだけど、そのやってみる勇気が。うん、ああ、そうですね。でなかなかこう、はい、Wii フレンドといってもこう、なかなか適当にフレンドを作ってる人たちもいたりするもんですから、ああ、まあそうですね。なかなかこう、相手の、はい、通常が知れないと。はい、言うたら、そういう人とボイスチャットいきなりやるっつったってっていうのは、まあね、どうしてもあったのかなと。そうですね。なんか、女子大生だと思ってたら40のおっさんかもしれないわけです。そう、そういうことですね。まあそういう、どうしてもこう、なんだろう。単にね、キャラクターとしてでしか見えてない間はね、こう、夢の世界のままで楽しめるけど、ボイスが入ると、もう一気になんか、まあ、現実が入ってくるもんですから、うん、なかなかその、本当に、なんだろう、本当の親友だったりね、まあ知ってる人でもない限りは、怖いですわね、うん、いきなり。まあなかなかそうですね。うん、何があるかわからないですね、そんなのきっかけにして何がね、どうなるかわかんないですし、どうしてもこう、ボイスチャットっていうのはね、未だに日本人抵抗があるわけで、なかなかこう日本人向けとしてはちょっと難しかったのかもしれないですね。ウィスピークという展開が。そうですね。まあ僕も個人的にはその、例えばこう、ウィーみたいなフレンドと一緒に遊ぶときに、ボイスチャットを使うっていうのは、割とこう、心理的な障壁があるのかなっていうのは思うんですけど、はい。モノヒソのこと全然こうフレンドとかじゃないこう偶然マッチングした人とかだったら全然ボイスチャットとかしてもいいのかなっていうのはすごい感じるんですよね。あ、そうなんですか。まあ、逆にこう全然知らない人なんで、こうよりこうハードルが低いっていうか、ああ、なるほど。あるのかなと思いますね。僕も昔、ピース3でムーンダイバーっていうなんかスクエニのダウンロードソフトがあったんですけど、はい、こう一緒に最大4人まで遊べるアクションゲームだったんですよ。横スクロールのアクションだったんですけど、うん、ボイスチャットに対応してて、やっぱアクションゲームなんで、ボイスチャットとかしてた方が全然こうはかどるんです。ムンダイバー分かりますね、私も。はい。ああ、なるほどね。で、まあ全然知らない人だから、別にその喋ることに あまり抵抗がないかなっていうのを感じました。ああ、だから私はね、多分ね、真逆なんですよね。あ、知らないからこそ、こう、まあ、多分人見知りするからなのかな、私が。人見知りするとこもあるからかもしれませんけど、やっぱり逆になんか気を使っちゃうというか、知らないからこそ。はい、全然知らないからこそ。し、まあ、その、さっきね、まあ、なんだろう。
フリーで繋がるから気軽に喋れるって言いましたけど、うん、それを悪い風に発展させる人もいるわけじゃないですか、うん。まあそうですね。そういう方がいる可能性がゼロではないのは確かに、ちょっと残念なところですね。そうそうそう。それはね、どうしても、まあ私は不安症なので、そういうとこが気になっちゃうんでしょうね、私は。はい、うん、だからそのボイスチャットの考え方ね、人それぞれですし、まあ私だって別にボイスチャットを利用したことないわけじゃないです。他のタイトルでもね。うん、ないんですけど、まあどうでしょうね。日本で展開するにおいてこう、浸透したかどうかって言われたら、まあ WeSpeak の結果を見ていただいたらみたいな感じなんですよね。結局あの、あの作品結局ね、あの対応タイトルがね、5つぐらいしかなかったんですよ。そうですね。たったの。本当はあまり対応してない。まあまあ終わってしまいました。終わってしまいましたからね。まあ、そう、なんかで、まあ結局ね、街行こういう動物の森も、ちょっとまあ、比較的変化の少なかったというかね。はい、うん、そういう印象が持たれてたみたいで。ああ、まあそうですね。中身的には、まあその、こう、ブログを書いてた身としては、これで初めてこう写真が残せるようになって、すごいこう、ブログがはかどったなみたいな、そういうのあるんですけど。そうですね。だから、ね、もちろん進化してる部分もあるんですけど、まあ、あまりにも、やっぱりね、前作が衝撃的すぎたっていうのもあったでしょうけどね。まあ、そうだね。で、まあ、そう言われながらも結局ね、あの、強気型ゲーム機としては初めて、うん、まあ、ミリオンを軽く突破して、120、30万ぐらいは売れてるわけですから。そうです。まあ、少なくとも DS の功績がね、あの、影響はしてると。うん。いうのは、まあ、しっかりと見えたんじゃないのかなというふうに思います。そうですね。うん、これで、本当に人気タイトルなんだなっていうのが、感じられましたね。うん、はい。そして、まあ、今からちょうどほぼ2年ぐらい前になりますけど、任天堂 3DS で、飛び出せ動物の森。とかですね、発売されました。うん、ね、まあ、立体機だから飛び出せ、というふうにね、感じてる人も、まあ、いっぱいいると思いますけど、まあね、はい、まあ、すれ違い通信を取り入れたりとかですね、はい、まあ、あとも当然ですけど、インターネット通信もまださらにね、うん、引き続き利用できるということで、まあ、ね、まあ、家の中にこもってないで、外にね、持ち歩こうという意味でも、飛び出せという言葉のね、はい、まあ、まあ、そういう意味が込められてたと。そうですね。いうことでですね。はい。まあ、新たに暇かな？暇という概念が、できた、うん、できたというか、まあ、暇に行けるように。でまあ、そうですね。なんか、昔、プラスの時とかも、あったね。なんか島で、はい、ミニゲームみたいな若干あったかなと。うん、まあその頃からカッペイさんがいるんで、きっと島はあったんですよ。あ、そっかそっか、まあ、確かに。まあその島を使って、その、今まではあんまりこう競うようなゲームってなかったんですけど、ミニゲームでみんなでちょっと競ったりできるようになったっていうのが、やっぱり飛び出せの一つ新しいところではあったのかなとは思いますね。フリー対戦もできましたからね、あそこでフリーで繋がっての。そうですね。通信もできましたからね。はい、全然知らない人と一緒に競ったりできるようになったっていうのは。だから私なんかは、飛び出せ動物の森で、フレンド通信をしてた頃は、はい、時間の半分村で過ごして、もう半分は、はい、島に行って、遊ぼうぜ、みたいな感じでやってたぐらいだったので、はい、うん、なかなかこう、素晴らしいアクセントだったのかな、というふうには思いました。まあそうですね。まあ当然その、あんまりこう、競い合ったりしないっていうのが一つ動物の森のいいところではあるんですけど、まあ競い合うことをこう否定する必要は全然なくて、うん、ああいう、多分街行こうのような時だったと思うんですけど、タイマーが初めてできて、はい、なんか釣りの数とかを競いやすくなったりとかしてったと思うんですけど、まあその延長線上で、飛び出せの時は、実際にもうしっかりとした対戦用ミニゲームを作ってくれて、うん、そうするとやっぱりこう集まってプレイしたりする幅が広がってくるので、うん、より多くの人に楽しんでもらえるような作品になっていけるんではないのかなっていうのはありますね。なんかこう本当にマリオパーティーのミニゲームを楽しんでるような感じですね、はい、あ、そうですね。うーん、マリオパーティーはね、未だにインターネットつながったことはないですけど、うん、まあね、ミニゲームぐらいならあって、まあ呼ぶね、声を聞きます。はい、で、なんか、動物の森なんかを遊んでると、確かに、まあ、それはそれでありなのかもねって、うん、まあ、そう思わされるとこはありますね。まあ、でも、動物の森はあれでこう、メダルをもらって、何かとこう交換したりでいきますけど、うん、マリオパーティーはこう、ミニゲームの結果をこう、インターネット上でやって、そこからの、うん、
何か得るものがないとなかなか難しそうですよね。まあ確かにそうですね。まあそこら辺はでまあどうでもできそうですけどね。意外と。はい。さあまあそしてね、まあ今本当に今おっしゃったようにインターネット通信に関してのつながり、まあインターネットに限らずですね、うん、例えば服とかタイルを QR コードで発行して、うんうん、まあ本当に全く不特定多数の人にね、まあ私なんかだったらそれこそブログでね、ドーンって公開したりして、うん、どうぞご自由に使ってくださいというふうにもできましたし、そうですね。うん、あとは、夢見の館でしたかね。うん、村の名前だったり、番号だったりで検索して、本当に他人の村にもう自由に入ることができる。そうですね。うん、まあね、保存されるわけじゃないので、別に壊しても結構ですよ、みたいな、うん、感じでね、やったりしまして。うん、さっきね、まあ、マネさんがおっしゃってたように、こう、人と一緒に遊ぶから、こう、ちょっとね、次の時まで村企業にしとこうとかね、はい、家のデザインをとかって、なんかより意識するようになりましたよね、乗り出せ動物の森で。そうですね。うん。やっぱり、そうですね、すれ違いとかでも家の中身をこう、公開できるようになっているので、うん、あ、そうでしたね。はい、結構ちょっと気に、あ、すごいいいなとか、あ、このアイテム欲しいなとかいうの買ったりとかできて楽しかったです。そうそう、買えるのが良かったですね。うん、そうですね。ちょっと割高だったかもしれないですけど、そうですね。ちょっと割高なんですけど買えるっていうのはすごい良かった。そうそう、あれがね、いちいちハマっててね、お、うん、いいな、これ、あれいいなって言ってたら、もうあっという間にお金がなくなっちゃって。危ない、危ない。こっからまた稼がにゃいけんのかみたいな、苦しみもあり、いやでもなみたいなのがあったりしてね。そうですね、普通にこう生活している上で触れ合える品物とは比べもならないぐらいのこう品数に触れ合えてしまうんで、ちょっとお金使いすぎちゃう可能性はありますよね。そう、まあ別にね、現実のお金じゃないからいいんですけどね。結構ね、島に行ってカブトムシ系をガンガン取って、いや結構稼げたりはして、うん、そうですね、最初の1週間はね、ほんとそればっかりやってましたよ。とりあえず貯めて、ローン返済。まあね、唯一の明確な目標として、ローン返済っていうのがあって。そうですね。家を大きくして。あれをとにかくもうさっさと終わらして、もうその後好き勝手やるぞと。ああ。みたいな感じで。はい、まあ、このね、飛び出す動物の森も結果的に今400万本以上売り上げてまして、うん、Nintendo 3DS では今のところ一番売れてんだったかな？確か。うん。うんうん、と記憶しております。お、間違ってたらごめんなさい。まあ、そうですね。そう、400万。あ、そうか、ポケモンがあるから、ポケモンの方が上にはなるのかな。だから歴代2位ですね、今のところ。うん、うん。うん、まあ。それでも、大したもんですね、本当に。うん、うん、すごいですね。やっぱり改めて、携帯機との親和性の高さを、うん、見せつけてくれたと。うん、今ね、このゲームいろいろ売れなくなってる中で、まあ、名前にちょっと言い方悪いですけど、勝ち組みたいな感じに本当になったと、うん、いうことでですね。まあ、本当そうですよね。その、100万本以上出すと売れちゃうっていうのは、売れるっていうのはすごいですよね。うん。これは、まあ本当にね、スローライフゲームのもう代表格として、うん、まあこれからも愛され続けていくんだろうなというふうに思いますけど、